めっちゃ天気いいね。見てこれ。自転車積んでまーす。今日は自転車でどこ行くのか知らないけど、とりあえずチャリ持ってこいって言われたから行ってきまーす。エリコ、チャック OK。 あ、シートベルトだった。気づいてる？後ろ、今回チャリ浮いてんの。え、あ、あれで止めてんだ。そう、頭いいじゃん。なんで重ねると荒れたから。昨日チャリ洗ったら傷ついてたから重ねるのあれだなと思って。振動してさ、ガシャガシャして、それで傷ついて。あと昨日暇だったから。いつも暇じゃん。いや、今日はあの横須賀基地周辺を散策して、チャリで米軍基地乗り込もうってやつね。昨日寝る前にいろいろさ、横須賀基地の歴史とか調べようと思ってウィキペディアとか見てたけど、文字が多くて寝ちゃったよね。キモ。爆睡しちゃった。あれすごい。米軍殴り声はいいんでしょ。うん、現在のなんか指揮官みたいな感じで外国人の名前になってる。どうでもいいだろ、そこの情報。めちゃくちゃどうでもよくないよ。てか登山のあの動画見た？ドローン映像。てかさ、なんか俺さ、すごない？その下の方は暑かったでしょ。でも、いや、もう暑いというか、なんなら歩いてたら上の方でも雪降ってても暑い。だけど上行ったらもう雪すごくなかった。あれどこなの？登り吹雪。どこなの？長野県。長野ってあんな雪あんの？アルプス山脈。いや、もう吹雪、猛吹雪でもう真っ白で何も見えない。一回遭難した。これライト使った遭難。え？遭難用のライト。あれなんかね、ちょっと使う機会がなかった。あれめちゃくちゃかっこいいのにね。あれさ、でもさ、登山ってさ、どんぐらい歩くの？そんと8、トータル8時間ちょっとぐらいかな。で、上まで登れるの？いや、違う、登りで8時間？5、6時間ぐらいかな。あ、で、降りんの早いの？降りんのは、そう、2時間半とか。パラシュートで降りるから。そう、パラシュート、パラグライダーでフィゴイーンって行っちゃうから。いや、だけどもう、俺はもうスタスタ行けんだけど、登りがやっぱね、マジできついんですよ。え、てか、なんなら人生でいっちゃんきつかった。その時はアドレナリン出てるから別になんか痛みとかそういうの感じないんだけど、もう翌日下半身が動かない。バッキバキ。いや、もう今もうあの両ふくらはぎと両もも、あと腰にサロンパス。それなのに今日チャリ大丈夫？まあ、昨日しっかり療養しましたからね。いや、でももうあの歩くよりチャリの方が多分楽だ。歩くのもうなんか、ね、なんか変な歩き方になっちゃう。赤ちゃん帰りした？バーブバーブで、あの、カンタにもレオン次回行くらしいからって言ったら、ガチ？ちょっと嫌だよ。マジ？すごくない？でもあの映像見てすごいと思ったでしょ。そんなにハードだと思ってなかったから、もう行ってみるかと思ってたけど、なんか結構ハードそうやん、あれ。いや、ハードどころじゃない。ハードゲーム何しよう。あ、秘宝終わりました。本日のトピックも出したの？まあ、テレビ壊れまして、テレビ大好きっ子としてはね、テレビずっと使うからね。ゲームもテレビで使うし、はい、YouTube 見るときもテレビで見ながら、流しながら携帯で別のことやるみたいなのがさ、まあ、マルチタスカーじゃん。確かにね。それができないから。確かに、ね、生活の質が落ちてるね。はい。あ、で、後でちょっと見てもらいたいんですけど、仕様変更もしてますから。チャリ？チャリ、はい。じゃあ、まあ、とりあえず向かっていきましょう。まだ見ないで。わかった。予約でいっぱい。予約オンレ、満レ、満レ。せっかく来たのに満員オンレ。びしょびしょだよ。なあ、とりあえずなんかもう入れるところに入らないと暑くて死んじゃう。別のとこ探しまーす。想像すると。嘘でしょ。嘘でしょ。なんだっけ。生年月日1993。ただ重り持ってきただけやん、お前。力ずくで開くとかじゃないから。ハプニングありましたね。鍵の番号分かんなくなるっていう。いや、でもすごくない？分かんなくなってさ、結局開いたんだよ。
やっぱ試してみるもんだね。セキュリティ甘すぎだろ。ガチャガチャやって開いたんだミニソースカツ丼とラーメン。ラーメンとミニソースカツ丼。いいじゃねえよマジで。美味しそう。いただきいいですか。いただきます。まあ、ザ中華そば。うまい。あ、ずっとあった。なんかある時からなんかそのゴールデンウィークそういうなんか人気スポットに行くのはなんか良くないって思うようになった。大人になった。うん。やっぱね。だってこことか全然さ、まあ、混んでるか。正直これ以上混んでなんか店とかどこも入れないとかあったらもう地獄で。かと思ったらバスだったわ。うわいいっすね景色が。あここだ。ここは美術館。うわ人すごいね。自転車置き場ありました。横須賀美術館。何を変えたんですか。ハンドルを変えました。ハンドル、まあ、このぐらいのやつだった。あ確かにもう持てるか持てないかのハンドルだったけど、ブルーホームハンドルに変えましたね。どういうこと。ブルーホーン。ブルーホーン。ブルーホーン。ブルーこれよくさ、こういうさ、こういうハンドルあるじゃん。ロードバイクのハンドルね。あるじゃん。あれを切ったんだよ。はいはいはい。ロードバイクのハンドル切りました、途中で。はい。で、逆さまにつけてる。あっ本当だから、こういうやつ。ああを、こうやって引く。はいはいはい。へぇ、で、また先端は切ってんだ。そう、ここを切って、持ち合わせ。確かに坂道なんかちょっと多かったから変えてよかった、うん、確かにそれなんかねギュッギュッてできるもんね。ここ持って体重をここやってガチこぎする、ね、はいはいはい。今日のために使用ですね。素晴らしい。たまたまいいカスタムですね。そうブラボーでございました。なんとなんと美術館があるということでね。素晴らしいね。もう海が目の前の美術館。ガチ気づいて暑い。それにしても暑いな。うん半袖でも暑いからお前もう終わってんだろ。気持ちいいなこれ。おおすごい建物、ねすごいね。めちゃくちゃあのガラス張り感が強く。あ、上ってあそこの上？そうそうそう。すげえ。で、あそこのボックスの中がね、たまらんよ。喫煙所でしょ。あそこ喫煙所。おじさんたちがいっぱいいる。すげえ。有料しか入れないけど上から見えちゃうから。はい。お得だね。ここお得だよ。こっから楽しめる。合法的だ。あ、結構透明度あるね。思ってたより海綺麗でやんすね。魚が見えるでやんすね。魚は見えないでやんす。見えないでやんすね。あ、やってるやってる。楽しそう。サップでやんす。ボブ。サップでやんす。ボブ。サップでやんす。ボブいるボブ。あ、いいな、なんかバーベキューやってる。うわ、これまたあの洞窟の坂？死ぬとこやん。これ絶対上がれない自信ある。自分バッファローなんちゃうじゃないもん。あ、ブルーホーン。バッファロートップスピードで
いいよ、早い早っ、ケチ早い。疲れたな、体力ゼロ。結構なんか往復とかいろいろしたしさ、今回はあのチートしなかったからね走行距離的には結構走ったんじゃない、うん、マジでケツ痛いわ。いやそれより太ももがもう破裂してるよ、まあ、お前は登山明けじゃん。てかね、あの俺も太もも破裂してるんだな、なぜか知らんけど、まあ、でもほんと弱いじゃん。弱いよやっぱさ、久しぶりになんか坂とか無理、きついね。坂きつい、めちゃくちゃきついわ。やっぱ電動ママチャリの電動自転車が最強だね。アシスト、うん、俺心に決めたことがあるわ。何？あのサドル変えるわ、ママチャリ用に。ああ、ママチャリのサドルにする。俺のサドルマジ薄いからさ、超きつい。とんがってるもんね、うん、いやー久しぶりの海沿いピストたまらんかったね。季節的にはちょうどいいね。季節的にはちょうどいい。真夏だったらもうびっしゃびしゃ、多分今頃お前らに風呂でも入ってきたのぐらいの、うん、びしゃびしゃになってたけどちょうどよかったわ。いやでもにしても本当にケツ痛いわ俺。そんなさ虚弱かよ、お前が言うんだよ。ガリガリがガリガリが20キロ違うんだぞ。20キロなんてあっという間だよ。相当だよ1週間でいければ。20キロは相当だから。これから帰ってクイちゃんのお散歩しないと。いや疲れた、マジで思った以上に疲れたわ。いやでもやっぱアウトドアがいいね。うん、ああてかもうなんかさ、海でバーベキューしてる人たち見たい。バーベキューしたよね、やっぱキャンプ行きたい。それな、忙しいんだよな。忙しいんだよマジで。忙しい分でテレビ壊れたからちょうどいいじゃん。まあやることないね。ゲームする時間キャンプ行けんじゃん。お前そうしたら結構キャンプ行けるぞ相当ゲームしてるから余裕や。じゃあ次回はアウトドア編後編キャンプ。何後編って、前編後編になってんの今日前編。この間あの疲れすぎて帰る途中のコンビニに駆け込んだの。1時間半爆睡あるよ今日これあるわ。危ないわ。気をつけて帰りますわ。じゃあ運転変わるか。ワンチャンある頑張りました。気をつけて帰ります。お疲れ様でした。